ブルスのヤクルトのチーム、はい、ヤクルトも行かれたんですよね。そうなんです。はい、まあでも全体的に言うと、外国人選手が来てないのよね。うん、で、ヤクルトも、俺が行った時は、まだサンタナが来てなくて、うんで、マクガフが多分コロナ陽性かなんかで出遅れてて、はい、全部揃ってないから、何とも言えないんだけど、うん、プラスアルファは、ないかな。 うんうん、だから、出始めた、例えば、塩見とか、はい、あの辺がこう、もうワンランク上に行くっていう、もう現状の戦力の中で、レベルアップしていくっていうのが、まあ、鍵になるかな。まあ、奥川、高橋がいるから、はい、まあ、彼らがどういう風にして、中6日で回っていくのか、それともまた、間隔空けながら行くのか、うん。間隔空ける可能性も。まだあるんじゃないあ、そうなんですか。うん。 まあ、高橋はある程度でも、俺が行った時はまだ、あの、あいつもコロナ陽性かなんかで。なられてましたね。うん。はい。あのー、まだ宮崎にいたんで、見てない、<今>見てないのねあ。あのー、素人目に、ちょっと、キャンプの調整がどのぐらい重要なのかが分かってないからあれなんですけど、コロナでなると皆さん結構遅れてって、その友そので大変っていうふうにお伺いするんですけど、うん、やっぱ結構な影響になっちゃうんですかコロナで。出れないじゃん。はい。 だから、じゃあ部屋の中でするって言ったって、うん、じゃあ体幹とか、野手、うん、だったら素振りとか、うんうん、打ったりもできないでしょだから、やっぱりどれぐらい確率あるのか10日ぐらい ?10 日ぐらい。10日何もしなかったら、ね、結構遅れる、遅れる、遅れる。ヤクルトでいうと、まあ、ちょっと注目したい内山っていう選手が、キャッチャーでね。はい ちょっとどんどん使ってほしいなと。中村休みの日はね。あ、そうなんですか。うん。どの辺が素晴らしいんですか打す打てるね。えー、打てる。えー、うん。それって、それはもう、なんかもうフリーバッティングとか見ててもう。まあ、スイングがいいよね。ね軌道もいいし。そんなプロの中でも差があるもんなんですかあるね。あのね、まあちょっと全体的に見て、まあこれはどうやって教えてるかとかわかんない。想像の範囲だけど、やっぱり、 ティーバッティングとか、まあ上からしか見てないからなんとも言えないけど、やっぱこう上から打つような感じで打ってるチームって、まあバッティングが良くないよね、見てて。今なんかこうラオがさ、こんなんやってたりとかするじゃん。やっぱりあれが今多分5年10年先はこれが主流になるんだろうなっていうふうに思うのね。まあ俺もそういうふうに思ってるんだけど、でもやっぱり昔の人から言うと、 すごい抵抗があるのね。やっぱちょっと下から打つみたいな、うんで。それはホームランバッターはいいけど、みたいなくくりにしてるけど、でもやっぱりね、そうやって打ってる人の方が打球が強いよね。うんだから、今オープン戦見てもそんな打たないじゃん、みんな。うん、あ、そうなんですね。うん。なんか結構ヘッド立てて上からみたいな感じは、まあ昔はそうやって言われたんだけど、はい、ある程度数字的にも、 ややアッパー気味に入れていくっていうのが、うん、やっぱり主流になってきてるから。宮本さんの中でも選択肢そっちが上になってきてるんですか昔は本当レベルでとか、あの、内川選手のスイング素晴らしいみたいなことおっしゃった時期あったと思うんですけど、今もアッパー。アッパー、うん、そうだね。インパクトの時にちょっとヘッド落とすっていうかね。えー、昔はヘッド立てろっていうんだけど。でも実際の映像で自分の手よりもバッと上なんか絶対ないからね、インパクトで。絶対下がってるのね。えー そこの過程で自分のイメージで上から出そうとしてそこに行くのか、はい。それともこうやって下から入れていった方がいいのかっていうところなんで、まあ、早く取り入れたチームがやっぱりバッティングもよくな、どんどん良くなるんじゃないかなっていうふうに俺は個人的に思って。それの方針を最終決めるのって誰になるかバッティングコーチじゃない,いやそっはバッティングコーチが託されるところなんで。やっぱり上からっていう、こう、それは意識だよね。でもスイングが上からになっちゃうと多分出ない。 うん、難しい。難しい,難しい。ヤクルトは、でも内山選手、今19歳、今年二20歳っていうことなんですけれども、うん、すごくいい具合で、あちょっと休ませるときに出ていったら、いいペースで経験積んでいけるぐらいの。うん、で、やっぱり中村を追い抜いてほしいよね。追い抜いてレギュラー取るっていう。で、中村もそうはさせないみたいな、うん、ところでいうと、まあ、中村にとってはいいライバルが出てきたかなっていう。 3年ぐらいあとかけつつ、何で、ね、も,うもう、ね、いい選手はもっと早く出てくるよ。キャッチャーでもいけますか。うん、だから経験とかまあそういうね、部分を差し入れて、まあ、どういうふうにして考えていくか。こう例えば19歳の今年二20歳の内山選手みたいな有望のキャッチャーがいるときにあの、1軍でベンチに置いとくのと、2軍で試合出しておくの。 で、なんか野村監督って結構2軍で試合出してたりしてたみたいなこともお伺いしたことあったんですけど、うん、どういう方針の方がキャッチャーっていいなたいや、今ね、やっぱり昔と違って、はい、レギュラーがフルに出ることがあんまりないんで、休みを作るんで、だからそれは1軍に置いといた方がいい。絶対。いいね、絶対。で、使った方がいい。絶対。そうなんですね、うん。俺はだから使ってほしいなと思う。そういう休みでも。うん、まあ、小川も頑張ってんだけど、はい やっぱりその、内山っていうのはそのスイングとかも見てても、やっぱりちょっと、やっぱちっちゃいけど長打打てるんだよね。うんそういうスイングしてるから。顔もかわいらしいイケメンな。じゃ、うん、今年ちょっとヤクルトは内山選手注目すると。僕は注目したいですね。面白いかなっていうことですね。で、続いて2位の、えー、阪神。はい。で、続いて2位の、えー、阪神。はい。 キャンプい,いかがでしたかうーん。ーんって感じなんだね。ですね。まあその矢野監督が今季限りで辞めますというところで言うと、うんはい、もっとなんか矢野さん、矢野監督を土上げするんだって思ってんだろうけど、はい、なんか結構、なんか緩いというとまた表現悪いのかもしれないけど、うん、なんか和やかな雰囲気だった。 たんだよね。なんかこう去年も優勝も逃がして、今年は絶対優勝するぞっていう雰囲気がもう正直ちょっと伝わんなかった。やっぱキャンプからそれ漏れてくるもんなんですか。やっぱ選手たちからなんかこう雰囲気あるところとかムードあるところっていうのは。そうね。まあ昔なんかで言うと、やっぱりちょっと補強したりとかしたら、はい、あこれいけんじゃないかなみたいな雰囲気になるから、やっぱちょっとムードも良くなるんだよねキャンプ自体の。 それが補強もあんまりなっててやると、もう個人のレベルアップしかないから、ちょっと重くなってくるんだよね。俺の体験上ね。で、まあタイガースはやっぱ抑えがいなくなったのと、考えると、あんまり、うん、優勝候補っていうところまではいかないかなっていう。だから去年優勝逃したのは痛いよね。痛い。 やっぱりね、優勝しないといけない時にしとかないと、はい、やっぱり次チャンスなかなか来ないからね。あ,あそうか。あと、それでいくと今年って、試合も12回までやるんですよね。そう。まあね、その、粒は揃ってんだよ、ピッチャーの。うん、でもじゃあ選抜で10勝以上確実にするピッチャーが、じゃあ誰ってなった時に、うん、まあそこもちょっと、あんまりね。ね矢野監督辞めるっておっしゃったじゃないですか。うん どう思いました宮本さん。俺、うん、まあ、本人がその退路を立ってね、やるっていうのは、うん、全然、まあ、本人の考えもあるし、うん、だそれがうまく選手に伝わればいいんだけど、うん、だから、タイガースは俺もすごい開幕ダッシュってすげえ必要だと思ってて、うん、ここがこけちゃうと、まあ、プロ野球選手って監督誰でも一生懸命や,やらないと、 もう自分の生活がかかってるわけだから、はい、やらないといけないんだけど、はい、なんかどっかでこう、あ、もう監督変わるしいいやっていう雰囲気になんないかなっていうのを心配する。すごい。負け出すとね。だから開幕ダッシュはすごい例年よりも必要かなっていう気がするかな。 そうですね、うんそう。ちょっと下がってきた時には。まあもういいや、みたいな。もでもどうせこの、この社長変わるし、みたいな。<laughs> そうそうそう。それがど、ね、<laughs> うやるの来年頑張ればいいかなって、これ一般の社会でいくと、ねそ。そこはでもプロ野球選手なんで、やっぱり自分の生活があるって考えたら、本当はそんなこと関係ないの。監督、もう極端に言うと監督が誰だろうと一生懸命やることには変わりないから。うんはい、でもなんか、 こうね、一人二人そういうやつが出てきちゃうと、うん、なんかこう、わーってな、なりそうな感じがするから、うん、タイガースはやっぱ開幕一ヶ月っていうのはすごく重要かなっていうふうには思いますね。細川さんの忘れられない話も、ぜひご覧ください。